やば、見て、めっちゃロングじゃん、私。ねえ、ほら、中学生だ、これ。こんにちは、ヤビユーナです。どうも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 。はい、今回はですね、私の髪型の歴史を皆さんに紹介していきたいと思います。イエーイ。まあ坊主にしたり、ショートにしたり、ロングにしたり、ちょっといろいろ最近はね、ウィッグで遊んでいる私の髪型なんですけど、まあ昔はどんな髪型をしていたのかっていうことをインスタグラムをね、遡ってちょっと皆さんと共有していきたいなって思います。はい、じゃあインスタグラムを遡ります。私ね、インスタ始めたの結構早かったんだよね。早かったというか、いつだ、でも消してるね。一番最後に遡ると2013年8月23日の美容院に行ってる写真があります。もうこの時は2013年って言ったら何年前だ、今2021年でしょ。15歳で中学3年生とかかな。で、なんか染めるきっかけとしては、まあ今もね、よくお邪魔しているベチカっていう美容室の高木さんのサロンモデルに声をかけられてから、初めて髪の毛をバッサリボブに切って金髪にしたのを覚えてます。これの一番初めのね、企画が確かね、チョキチョキ、いや違う、ジッパーだ。一番初めに初めて出たのがジッパーで、このロングの黒髪ロングストレートをどうアレンジするかみたいな企画に出ました。ちょっとその時の写真がないんですけど、まあこれが一番初めのね、もう私の地毛ですよね。地毛時代の、ロング時代の写真。2013年8月24日。で、バッサリ、そのね、次がチョキチョキガールズ、チョキチョキガールズだっけ、チョキチョキっていう雑誌のヘアの企画で、こういうハイトーンボブにしました。はい、これが多分私の中での初めてのハイトーン、全ブリーチをしてめちゃくちゃ痛かった記憶がある、めちゃくちゃ痛いって思った記憶がある。多分これは高校生ですね。ほら、夏休み最後に東京楽しもう、黒染めが嫌だよとか言ってるから、多分高校の夏休み中に金髪に染めました。あ、ちなみに私あれだ、一番初め染めたのは中学校の離任式の日に染めました。だから離任式あることを忘れていて、卒業式した後に離任式ってあるじゃないですか。その離任式ある存在を忘れていて、私髪の毛紫に染めちゃってて、でそのまま離任式に行った思い出があるわ。それが一番初めだ。で、その次これだと思う。多分高校になってから。で、もう次には、ほら見てよ。何これ。お菊人形みたいな。今の髪型を、私、地毛ね、結構癖っ毛なんですよ。すごい剛毛で、剛毛の直毛だから、いい感じに自分の理想の髪型にならなくて、多分、この黒髪おかっぱも、今みたいなワンレンボブにしたくてやったんだけど、こうなっちゃったっていう感じだと思います。そうそう。で、この年、ジッパーのオーディションとかもあって、これだね、ちょうど。あ、ほらほら、これちょうどグランプリもらってる写真。結構2013年は自分のターニングポイントって言えるぐらいの、もうでっかいでっかいチャンスがあった年でしたね。で、はい、こっからはどんどん私の髪の毛は短くなってきます。はい、こちらですね。高木さんカットがすっごい上手だから、本当に皆さんね、髪の毛切りたいと思ってる方いたら高木さんのとこぜひ行ってほしいんですけど、もうカットがめちゃくちゃ上手で、もう美容院行ったら全部お任せに してたの。本当に、まあ今もそうなんだけど、もう全部お任せにしていったら、やっぱユーナはショートが似合うからショートがいいって言って、どんどん短くなっていきました。こっから私のショート時代は始まりますね。高校生。あ、ちなみにこれが一番初め染めた時の写真。あー！中学校3年生の時とかに、なんか原宿好きな女の子たちで原宿に集まって、なんていうの、なんかサークルみたいなやつをやったんですよ。まあその時のね、友達もまだ全然ほのかとかまなとかは仲がいいので、そっから結構原宿好き、ファッション好きは始まった気がします。はい、でこっからは髪型は多分この辺はしっかり高校に行ってたのでおとなしいですね。でこの辺からこういうので、あの前髪ウィッグとかで遊び始めたかな。前髪ウィッグとかをしてる気がする。多分このお団子もウィッグだわ。この時代私結構昔からウィッグで遊んでる感じで、この辺はジッパー時代ですね。ジッパーに乗っている時で、あーめっちゃウィッグかぶってる。2014年4月24もウィッグかぶってるから。で、なんかこの辺から一気にちょっとヤビいの弾き始めるんですよ。銀髪にしたり金になり、あ、これとかまだね、ガーリーで可愛いね、ガーリーなんだけど、
この次の日には、はい、こちら。めちゃくちゃイケメンな髪型に、この時ね、マイリー・サイラスにすごい憧れていて、マイリーみたいな髪型したいって思って、もうバッサリ切ったのを覚えてます。これがね、人生一短い髪型なんだろうなって私思ったけど、まさか坊主にして、もっと短い髪型にするとは思ってなかったんだけど。そう、こっから結構ファンキーな感じになっていく気がします。次に、なんかドラゴンボールのキャラクターの髪型にしたんだよね。あ、これこれこれ。これってなんだっけ？そう、トランクス！トランクスカラー！そう！ほら！ 7 年前の今ら辺にトランクスカラーって言って、こういう、もうめちゃくちゃ短めの髪型にしました。で、ちょっと似たようなカラーのエクステとかを買って、エクステつけてたりしたり。これもすごいね。どんなウィッグつけてんだよっていう。前髪切りすぎまくってるウィッグつけてたり。アフロつけてたり、なんか面白いな。意外となんかいろいろ本当にやってる。はい。で、そしてこれもまだ高校生です。高校生時代にちょっとクールなショートにしたのを覚えてます。この時も高木さんですね。ずっと高木さんにお世話になってます。これもすごいね。なんか顔が痩せたねって言われた髪型痩せて見えるって言われた髪型のショートですかね。で、こっからはまあちょっと多分、ショートに飽きてきて、こうやって金髪のウィッグで遊んでいますね、この辺は。だからずっと多分私は、脱毛症になって抜けちゃったからっていう理由もなく、ウィッグは結構使っているアイテムであると思います、ね。あ、この髪型も私めっちゃ好きだった。なんかね、キキララヘアって言ってたのかな、確か。高木さんにやってもらったハイトーンにちょっとカラーがある、ボブの髪型ですね。で、こっからは、あ、急に色が落ち着きます。なんかあったのかな？これは黒じゃなくてネイビーのめちゃくちゃ濃い色を入れてもらった記憶があります。で、このね、色落ちがめっちゃ綺麗だったんだよ。色落ちがネイビーだから、色落ちが水色、ほらほらほら、これこれこれ。こんな感じで、ターコイズブルーみたいなすごい綺麗な色になってって、そうだね、17歳スタートって書いてあるからまだ高校生ですね。こんなおかっぱのウィッグをかぶったり、やってることは今と一緒じゃん。今と一緒じゃんね、私。はい、で、ここからは、まあ、色落ちで髪の毛がグレーになり、あ、初めてエクステをつけ始めます。これも高校にいる時だね。高校にいる文化祭の日にエクステをつけています。ほら、これは、ベチカじゃなくて、スピカっていう美容室。エクステつけるときは結構頻繁にスピカの方に行ってたんですけど、スピカでつけてもらいました。めっちゃ懐かしい、ペコちゃんと遊んでた。この時ぐらいに多分ペコちゃん、リューチェルと付き合い始めて、なんか、どんな感じなのとかを話した記憶がある。はい。で、この辺はもう、シールエクステですね、私は。シールエクステをつけていました。で、マツエクとかもつけ始めて。あ、で、これは懐かしい。アナップのモデルをやった時に結構、可愛い髪型をさせてもらって。あ、これはアーシャですね。アーシャというか、宣材写真をコンローで撮るっていういかつめな。普通なんか女優とかさ、そういう路線の人はこういう綺麗めな感じで写真撮るのに、私はコンローをしてバチバチに決めて宣材写真を撮ってたっていうね。なかなかだよね。で、あ、この辺の黒は全部スプレーで黒にしていました。懐かしいな。これも学校かな？学校なのかな？なんでかわかんないけど、黒にしなきゃいけなくて、この時はずっとスプレーで黒にしてました。でもやっぱエクステなので黒でやるとどんどんエクステが汚くなっちゃってちょっと後悔したのを覚えてます。で、この辺は、これもでも17歳とかの時だけど、クラブにいますね、私。クラブに、わー、すごいギャルしてる。この辺ギャルなんだよ。金髪ロングはね、ギャルだったんだよね。はい、そして2015年スタートしましたね。2015年スタートしてもまだ金髪のエクステをつけています。だけど、これ見てもらうとわかるんだけど、全部、ここから、ぐーって全部刈り上げをしてるんですよ。ここにだけ髪型がある状態で、ここは全部刈り上げをしてる状態です。結構常に私、刈り上げはしてて、髪の毛の毛量が多いので、刈り上げしてちょっと少なくしてたっていう感じもあるんですけど。あ、これとかも面白いよ。
美容室行ってエクステがちょろちょろ取れちゃって、それで遊んでます。鼻にエクステをつけて、はい、ってな感じでエクステ時代が続きます。で、多分この金髪からのオレンジに行くんですよね。こっからオレンジに、あ、違った。一回エクステを取ってめっちゃがっつり刈り上げをしている。あ、で、エクステ取ってまたショートにしてますね。ショート、銀髪ショートにして、で、またトーンを暗めにしてます。太ってんな、この時私めっちゃ太ってる。なんか気強そうこうやって、おー、急に青髪にしました。あんま自分の青好きじゃないかも、私あんま青似合ってなくない？太いね、なんか鼻が太くない？鼻の肉がすごい。で、そう、急にね、蛍光ショッキングピンク女になります、私ほら、やばくない？で、ピンクにして、こっからです。こっから私のオレンジ時代が来ます。もうね、すごいオレンジ気に入ってて、ずっとオレンジやってたんだよね。だから今もオレンジめっちゃしたいんだけど。で、一旦坊主、ほぼほぼ坊主に切ったんです。そうそうそう、覚えてる、懐かしい。この時めっちゃね、短かったんだよね。だけどなんかすぐ髪の毛伸びてんな。本当に気分屋だよね、私って一瞬でコロコロって髪型が変わってる感じなので、本当に今はビッグでいろんな感じで遊べるから、それがいいんだと思う。はい、で、こっから、あ、高校生だ、懐かしい。18歳。この時もまだオレンジロングやってますね、オレンジロング。あ、で、またなんか銀髪にしましたなんか結構青銀オレンジ金髪らへん多いかも、髪型。はい、で、もうずっとこれエクステ時代なので、ちょっとこんなん流してたらもう20分も動画撮ってるけど全然進んでないんで進みますね。お、ようやく東京に上京してきました。懐かしい。高校を卒業して、ようやく東京に上京してまいりまして、この時は結構髪型が短めですね。短めのヤビユナちゃんです。短めですね。あ、この時代もね、ニューヨーク行ったり、ロンドン行ったり、パリ行ったり、お仕事でいろんなところに連れて行ってもらいました。懐かしい。あ、高校卒業しましたね、矢部さん。おめでとう。はい、で、この辺も結構ショートの短めですね。で、私一瞬大学に行ってたんです。本当に一瞬なんですけど、大学に行ってて、大学時代の1年生だね。ほら、大学のお友達、大学の友達も今も全然仲良くて、半年に1回ぐらいだけど、あの、集まって遊んでいます。おっ、またオレンジにしました、矢部さん、髪型を。あのね、オレンジがラッキーカラーなんです。まあ、それだからこのね、ソファーもね、オレンジっていうのあるんですけど、なんかオレンジってすごい自分がハッピーになれるカラーなので、相当ハマってたんだと思います。からの、あら、なんかまた髪の毛を落ち着かせましたね。パン早くない？私。どういうこと？で、あ、これは次、パリに行ってます。フランスに行ってますね。あれ、なんかちょっとインナーカラーとかで遊び始めて、ウルフ時代。でも、ウルフもすごいなんか、あの、ヘアアレンジができないから、私はあんま好きじゃなかったです。でも、こうやって撮影すると、やっぱウルフって、なんか雰囲気が出る髪型だなって思っていた気がします。で、この辺からまたちょっとショートに切ってるね。はい、ショートに。黒髪ショートに切りました。これすごい反響が良かったんだよね。ちょっとこのマッシュっぽい感じ。自分でもめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、こういうマッシュっぽい感じの髪型、ボーイッシュで可愛いなって思って気に入ってました。これね、この髪型に今坊主伸ばしてしたいんです。ちなみに今もウィッグなので、まだまだ坊主が伸びてきてません。あ、すごい。ハイトーンのショートにしてる。なんか自分でも何が一番似合ってるのかわかんないな。短いのも好きだし、長いのも好きだし。この辺もまたね、マイリー・サイラスみたいな、イケメン系ショートに戻ったんですよね。イケメン系。で、また急にエクステをつけました、矢部さん。エクステで金髪パッツンボブにしてます。この辺はちょっと今ぐらいの髪の毛の長さにはまってる感じです。あ、これも懐かしい。金髪の黄色髪ボブ。撮影でウィッグをかぶらせてもらって、この時にワンレンボブ私似合うって思って、この髪型をやりたくて、まあ今やったんですけど。あ、で、
成人式がね、そうなんですよ。成人式めちゃくちゃ髪の毛私短くて、で本当はちょっとロングにエクステつけてアレンジをしようってなってたんですけど、時間がなくてできなくて、地元の着付け屋さん、おばあちゃんがやってる着付け屋さんで、もうこの髪型、この短い髪型で最小限に おしゃれにしてくださいみたいな、あれできますかみたいな、こういう癖つける感じの髪型できますかって言って、おばあちゃんが頑張ってやってくれた髪型がこちらです。本当にめちゃくちゃ良かった。逆にベリーショートで良かったって思うぐらい、自分の中では目立てたんじゃないかなとは思います。金髪でこんだけ短いんで。で、もともとその中学校の友達とかはロン毛の私しか、ロングの時の私しか知らないから、この時ね、結構、ショート似合うって言われた思い出があります。本当に、成人式というね、大切な日にこの髪型にしていて、私は良かったなって思っています。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、矢部優奈の髪型歴史、どうでしたか？結構いろいろやってるでしょ？面白いでしょ？で、今はですね、現状は今どんな髪型をしてるのかって言われますと、私直毛なので、坊主が、もう、ポン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 みたいな感じで、ハリセンボンみたいになってるんですよ。本当に私今ハリセンボン状態。この前まではウニだったんですけど、最近ね、呼ばれるのはハリセンボンって言われるので、今ハリセンボンぐらいまで伸びています。ここからもうちょっと伸びて髪の毛がね、どうにか垂れてくれたら、またね、可愛いショートとかにできるんだと思うんですけど、まだね、垂れる気配はしないので、もうちょっと頑張って、まあ、ウィッグをかぶりながら伸ばしていきたいと思います。はい、ということで、今回は私の髪型歴史紹介でした。ぜひ皆さん、どの髪型が可愛かったとか、この髪型またしてほしいとか、参考になる髪型があったよとか、いろいろ教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに、意外とね、坊主もやってみると、気持ち的に晴れるので、坊主やってみたいなって思ってる人やってみてください。バイバーイ。